ふくふくにゃんこは、ライザップ傘下の株式会社ハピンズによる猫のキャラクターである。8匹の猫たちから構成され、ふくふくにゃんこをモチーフにしたインテリア雑貨や生活雑貨などが存在、販売されている。略称は、ふくにゃん FFN。2015年に、全身の雑貨店、パスポートのオリジナルキャラクター商品として発売開始。当初は、ハッチ。 ミケランジェロ、ジャチャマルの3匹のみであったが、2016年にはサバ、フトシ、クロスケもラインナップに加わる。2017年に一旦生産中止となったが、販売現場や顧客の声から復活を遂げ、同年、帰ってきたよ、と、ふくふくなヤんコアの商品が店舗に再展開された。2018年には8億円を売り上げ、同社の主力商品の一つに成長した。 5周年を迎える2020年の福袋から白玉ちゃんが加わり、2021年の10月にはスコアとショースチャの2匹がさらに加わり、2021年10月22日現在8匹の猫から構成される。各キャラクターの詳細は次の通りである。福福ナアンコアはそれぞれ右与曲折を経て島で暮らしている。ハッチミケランジェロチャチャマルサバフトクロ 女子ロタマちゃんスコアスコティッシュフォールド。メス。コミュ力高めのニャンコ。2021年10月22日の福福。ニャンコ集会で発表された新キャラ。これ以上の情報はまだ発表されていない。ショースチャシャムネコ。メス。オシャレ大好きニャンコ。2021年10月22日の福福。ニャンコ集会でスコアと一緒に発表された新キャラ。 これ以上の情報は同じくまだ発表されていない。福福ナイアンコアは2021年8月現在、スマホグッズ、キッチングッズ、ランチグッズ、バスグッズ、おうちウェア、文房具、ソックス、服飾雑貨、縫いぐるみ、クッション、家具、インテリア、バックポーチ、タオル、アクセサリー、ボディケア雑貨、ランドリーグッズ、寝具として商品展開されている。 これらは公式サイトもしくは全国のハピンズの店舗で入手できる。価格帯としてはむね500から3000円のものが多い。ありがとうございます。